静岡市内の中学校に侵入し楽器など4万5000円相当を盗んだとして30代の男が逮捕されました建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは静岡市葵区の30歳の自称作業員の男です警察によりますと男は5月下旬静岡市内の中学校に窓ガラスを割って侵入し 楽器など28点、およそ4万5000円相当を盗んだ疑いいが持たれています。容疑者の男は8月以降邸宅侵入などの疑いで4度逮捕されていてその際の自宅の捜索で今回の被害品が見つかっていました警察は容疑者が容疑を認めているかどうか明らかにしていません